でもピンフォール勝ちを一度も奪われていない、これが自慢のロードウォーリアーズ。さあアニマルが出てまいりました。さあ五輪コンビはまずジャンボ鶴田です。わーっと持ち上げたぞ、さあ持ち上げたぞ、ボディリフト、そして真っ逆さまにダウン、ジャンボ鶴田を持ち上げて落としました。これを受けますと馬場さん相当ショックを受けるんじゃないでしょうかね。そうですね、頭の上からですからね、すごいですね。さあ力の攻撃、おっとうまい、ジャンボ鶴田も冷静、ジャンボラリアットが先に当たった、ジャンボラリアット先にヒット。さあロードボーラーズのアニマル、さあ今度はしかし負けておりません、パワースラム、一気に挽回、力の差か。さあ腕を取って今度はフォークにつなぐ、さあこのアニマルとフォークの合体殺法が見ものであります。ジャンボ鶴田後ろに下がった、さあフォークのラリアット、ショルダータックル、ショルダータックルが飛んでいきました。次はバイオレンスラリアットが相手を抱き起こします。さあもう一回ロープに放り投げ、いやしかし鶴田もうまい、ジャンピングに当たった、負けておりません、負けておりません。やはり五輪コンビ、オリンピックチームは非常に強い。さあ場外に一旦出た鶴田、アニマル、いやフォークが追いかける、フォークが飛んだ、フライングラリアット、場外のジャンボ鶴田にフライングラリアットであります。いや馬場さん、ロードウォーリアーズは本当にこのスピードがありますね。そうですね、この、フォークはね、はい、少しあの締まりましたね、はい、ちょっと縛ったようですね、ですからそれだけあの動きも良くなりますよね。そうですね、力プラス、スピードアップのこのロードウォーリアーズと言えるんではないでしょうか。さあベアハッグに捉えました、ベアハッグに捉えて後ろからアニマルが飛んでくるかもしれません。これが高超層合体殺法でありますが、さあこの強烈な力、フォークウォーリアーであります。190センチ、127キロです。さあジャンボ鶴田から初めて八吉明ここで登場。さあ2人がかりの攻撃、相手の胸を捉えた。さあサンドイッチ2位か、サンドイッチジャンピング2位パット、うまく構想した。フォークよりも先手先手を言っております。ロードウォーリアーズに先手必勝とばかり追い込んでいます。八吉明ブルドッキングヘッドロック、おそらくこの後もブルドッキングヘッドロックプラスジャンボ鶴田のジャンピング2位の合体が見られそうであります。去年の6月の対決でもそういう